6月3日は6月3日で、18時から記念配信をレッスン場から、18時配信しますので、1週間後くらいかな、3日ってことは、あ、ちょうど1週間後だ。1週間後見に来てください。そう、記念配信をします。もう企画っていうか、いろいろやることは決めたって感じで、そんな平時、まあ普通に祝っていく感じです。でもね、ちょっと楽しみですね。ケーキとかは、そう、なんかね、ケーキ探してるみたいな話前したじゃないですか。見つかりまして、ケーキも無事、そう、前髪明日切る。ミニさん、ハートありがとうございます。ただの魚さん、結婚してのやつありがとうございます。赤さん、指ハートありがとうございます。フォアロンさん、リップのやつありがとうございます。金曜日だから結構みんな見に来れる人が多いのかな。夜、金曜日の18時、わかんない、ギリショートとかやってる人いるか、もういると思うんですけど、11時間はやると思うんですけど、まあ押すかみたいな感じで、1時間ちょいくらいかな。やすさん、何これ、なんか青いやつありがとうございます。海賊さん、ハートありがとうございます。明日は前髪を切ろうと思います。なんか明日2回公演で、昼と夜なんですけど、お昼はこの前髪で出て、夜は切ろう、夜の前にも長さ戻そうかなって、そんな感じで今日思ってました。あと今日はダンスレッスンをめっちゃ久しぶりで、いつぶり？ダンスレッスンが結構久しぶりに、今日ダンスレッスンして、筋トレを久しぶりに、先生のスパルタ筋トレを久しぶりにやって、なんかいい運動になったわ。でもね、ダンスは難しい。いつもいじるダンスレッスンあった日に絶対言ってるんですけど、ダンスってむずいよなーみたいな、本当に難しくて大変です。で、なんだっけ、朝ダンスレッスンして、でちょっとだけ、本当に一時ほんの少しだけ自主練してから帰ってきましたけど、ほんの少しだけして、ちょっと明日の確認ちょっとして、リセットがまだ3回目で、意外と3回目とか以上にまだ不安なんですよね。なんか5回くらい出たらなんか安心っていうか、多分不安消え去るんですけど、3回目が意外と不安で、ちょっと確認して、で寝る前も1回確認、なんかリセット出るね、前日とか本当に寝る前のね、1回、家だからその大きく踊ったりできないけど、1回通すの、部屋の中で通さないと寝れないんですよ。なんか心配で、やすさん、花のやつありがとうございます。そうだからね、今日めっちゃ筋トレしたから、明日筋肉痛にならないかっていうね、こ
明日2回公演だから筋肉痛は避けたいんですけど、まあ、なる可能性もあるけど、だからしっかりちょっと湯船に使って体をほぐそうっていう計画を今立ててる。エスタンさん可愛い、ありがとうございます。もう昼公演久しぶりなんですよね。結構意外と朝早いので、お昼公演の日って平日より早く起きるかも。あ、はよ、ショールームは夜やります。17時間やんだから間に合うので。この服はレッスン着っていうか T シャツです。めっちゃ可愛いのこの T シャツ、刺繍がめちゃ可愛くて、レッスンで着てました。今日もめっちゃ可愛くない、バラの刺繍で。この色あんま着ないんですけど、こういう色ちょっと可愛くて買ってもらいました、お母さんに。そう、でも結構ダボダボサイズなんですけど、めちゃめちゃ可愛いです。刺繍の T シャツって畳みにくい、あ、そう、6月さっきメンバー出てたよね。6月4日のリセット公演も出ます。結構リセットを呼んでいただいて、まあ人数が足りないのもあると思うんですけど、たくさん出れて嬉しいです。6月4日土曜日だね。あ、1週間後だ。そう、リセットとあとメイツだっけ、さっき公演スケジュール出てたんだよね。ちょっと公式ツイッターが制服の目ね、ちょっとスケジュールに入れときます。6月6日制服の目、ね、んジルは最近はリセット交互に出ています。あ、そっか、明日は2回公演で、初めて2回公演、意外とそう、初2回公演です。多分でも一緒に2回公演のメンバーが多いので、多分来てとか、そのみんなと頑張っていこうと思います。あ、2回公演の人めっちゃいますね明日。そう、紙面セットの話昨日したんですけど、昨日ちょっとねあれだった、あ、そうそう、なんかいじりの紫と黄色の組み合わせが結構好きらしくて、そのートートバッグとスマホリングどっちも同じ紫と黄色の組み合わせにしました。あと今年の生誕タオルも紫と黄色の組み合わせで、色のなんかその色の組み合わせがなんか好きらしい。そう、いいですよね。なんか黄色はなんか似合うって言われてから好きになって、紫は普通に昔からめっちゃ好きで、紫ってもう真紫って言わないんだけど、なんか薄い紫みたいな。でもひじる、真紫似合うってめっちゃ言われる。なんか真紫のパーカーをめっちゃ着てたんですね、冬の時に。ちょっと似合うってめっちゃ言われたので嬉しかったです。
とちょっとなんか変なポーズのさあれあるじゃん、アクリルスタンド、それのね違う変なポーズバージョンのオフショットがあるんです。それの接待けど、あんまり変なポーズなんかいじり不得意らしくて、あんま面白いポーズないんですけど、ちょっと全然面白くない面白いポーズはメールに送ろう。なんかそれ面白くなくねみたいなポーズメールに送ります。で、まあ、ちょっとボツっぽいのはツイッターに載せようか。初めて写真撮影でツインテールしました、この日。確か多分でも意外と似合うって言ってもらえて、よかったよかった。目尻ねあれだし、ツインテールよりあれが似合わない、ハーフアップ。示せと肩だって、ありがとうございます。ちょっといつまでだっけな、予約やばい。今お示せットのさ、URL 開いてたのに閉じちゃった。6月6日まで。オッケーオッケー。6月6日まで。間違えた。2周年おめでとう。ありがとうございます。T シャツとマフラー、生誕 T シャツ、発送通知が来たよだって。おお、お、そうだよね。6月なるもんね、もう。6月のいっぱいそれをちょっと着てください。6月私はでも結構ね、あの普段使いできそうじゃないですか、あの生誕 T デザインどんなだったっけ。あ、思い出した思い出した。なんか色がさ、色も結構さ、なんか普通にこの色よりも着やすそうだもん、イゼルの生誕 T の色。そう、この全然生誕 T じゃないこの T シャツよりが着やすそう、色が。でもなんか私はその青とかをひじりはあんま自分に似合わない、まあ確かに青はあんま似合わないんですけど、だけどなちょっと変えたいなと思って、これまでのセレンティと雰囲気を。でもさ、いつもデザインがなんか沖縄系で、沖縄系っていうかそれっぽいデザインにしてて、そうだから茶色とかあの焦げ茶のさ生誕 T とかめっちゃ色気に入ってたんで、もう一回そっちのその色使おうが2年くらい前だったから、もう一回使おうか迷ったんですけどね。色変えるとめっちゃさ印象変わりますよね。デザインがちょっとだけ似たようなのだったとしても色が変わると結構変わるんで、よかったです青にして。でもなんか最近はその、まあ、生誕グッズもそうだし、まあ、いろんなそのこの今回の紙面セットもそうですけど、なんかグッズをデザインする機会が前より多くて最近。そうなんかちょっと絵上手くなりたいと思うよね。なんかキャラリナとかめっちゃ上手じゃないですか、キャラものの絵みたいな。そういうのがもうちょっとね、イラスト系もうちょっと上手くなれたら嬉しい。別にめっちゃ下手ってわけでもないんですけど、今もあとデザインの方が本当になくて、ひじり、そうだからもうちょっといろいろ考えれるようになりたいけど、アイデアを。あ、そう、あとそのいろんなグッズデザインしたり、あとその2周年記念配信で配布されるアバターもデザインしたし、最近そうデザインがちょっと多いんですよ、ひじりの周りで。そのアバター早く見たいな、ここにひじりが考えたアバター浮かんでるのが早く見たい、新しいアバター。ちょっとでも結構あのこれまでひじりのアバター2体あると思うんですけど、多分雰囲気は割と変わる。741、あ、741だ、イエーイ。去年の生誕 T 着て京都から新幹線で帰りましたって。でも去年のもさ結構
あれですよね、なんか着やすい紺色、ネイビーだ、ネイビーだ、そう、色も着やすいですよね。正面だけ見たらすごい T シャツ。志望さん唇のやつありがとうございます。でもいじるもビビさんの生誕ティーでドンキ行ったことある。おしゃれなんですよね、何年か前の生誕ティーだけど、いじりが入った年の生誕ティー、ビビアンさんの黒いやつなんですけど、それに日常使いしてます。レッスン着とかにめっちゃ着てます。ビーバップ団長さん拍手のやつありがとうございます。ずっと手首にゴムしてたらなんか跡ができてめっちゃ痛くはないけど、ちょっとなんかモヤモヤする。このゴムさめっちゃキモなんか変なゴムって言われるんですけど可愛いですよね。そう今日さこれ手につけてたらレッスン行ったら何その変なゴムって言われたけど可愛いでしょ。これで前髪をこう結んでレッスンしました。邪魔だったんだね。生誕ティーよね。いじるは意外と歴代の生誕ティーが着やすい方なのかなって自分で勝手に思ってるけど、どうなんでしょう。着やすい方わかんないけど、着やすい方っていうかなんか T シャツの色で一回悩んだ時あったけど、明日早起きなんでちょっと頑張ろう。早起きなんか久しぶりに朝早いかも。そんなことないかな、意外と土日の方が早かったりするんですよね、起きるの予定入れたため。明日私は何時に起きようかな、今頭の中で計算中。7時50分か8時に起きよう。あ、そんな早起きじゃない。いや早起きっちゃ早起きだけど、めっちゃ特別ありえんくらい早起きですっていう早起きじゃなかった。8時周辺に起きる予定です。でもやっぱ7時半とかに起きれたら幸せなんですけどね。でもそんなに早く起きちゃって早くっていうか7時半に起きたらお腹空くから、じゃあ朝ごはん食べないで家出たいんですよ絶対に。ギリギリに起きたらね朝ごはん食べる時間ないから、そうめっちゃいいのよ。開演前にお弁当食べよう。久しぶりの朝公演、昼公演か、頑張ります。ヤスさんタコありがとうございます。もう注意したらランキング読みます。明日夜配信、公演の後にやります。今日は確認して、この後は明日の確認をしてお風呂にゆっくり湯船に浸かってから寝ようと思います。意外とね昨日寝不足ではない、寝不足ってことは寝不足じゃないんですけど、ちょっとまあいつものごとく夜更かししてしまったのでちょっとだけ眠いんですよ今日。だからなんかいい睡眠になりそうだけど今日。
どうなんでしょう。え、あとなんか今日エアコンなしで行けた。なんかここ最近結構日照り的になんか暑いエアコン、暑くてエアコンに頼っちゃう日々が続いてたんですけど、今日はなんか温度が低いわけじゃないんだけど、多分風があるのかな。そう、温度がね、温度はいつも通り暑い温度24度くらいなんですけど、多分風が あって窓を開けてると風がめっちゃ入ってくるんですよ。あれ本当にありがたすぎる。毎日これくらい、夏絶対これくらい。あ、待って、ヘジラ明日洗濯したいんだったらさ、待って、変更、予定変更。じゃあやっぱり7時20分くらいに起きて洗濯回して干したいから。え、洗濯回すのって30分くらいですかね。20分くらいかな。そう、明日の朝洗濯回すんだ。忘れてた、よかった、思い出して。溜まっちゃってんですよ洗濯物。明日の朝絶対洗濯回します。だからちょっと早起きかな、ちょびっと早起き。8時は嘘だ、7時、やっぱ7時20、15分、7時15分に起きます明日。じゃあ頑張ります、頑張りますとか言って、家事は当たり前なんだけど。よし、絶対洗濯物干そう。ではランキング読みます。あ、お腹鳴っちゃった。ランキング読みます。13位、ミスターミッチさん、ありがとうございます。12位、アンドハローさん、ありがとうございます。11位、フットムーンさん、ありがとうございます。10位森翔さん、ありがとうございます。9位ヨッシーパパさん、ありがとうございます。8位ロイエディスラブユーさん、読めない、ロイエディスラブユーさん、ありがとうございます、ごめんなさい読めなくて。7位ポアロンさん、ありがとうございます。6位ミニさん、ありがとうございます。5位ただの魚さん、ありがとうございます。4位ヨシボウさん、ありがとうございます。3位快速さん、ありがとうございます。2位ヤスさん、ありがとうございます。1位ナカさん、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。ではまた明日、あ、公演頑張ります、あとは洗濯物干すの。ではありがとうございました、頑張るぜ。ではでは、また明日、バイバーイ、ありがとうございました。公演も久しぶりですよね明日。ではね、バイバーイ、明日は夜で、バイバーイ、ありがとうございました。